い、皆さんこんにちは。京都のマサです。今日はですね、またまた三重県にやってきました。まあ、ちょっと今日用事でね、滋賀県の方に出たんで、まあ、ちょっと三重まで足を伸ばした次第ですけどね。なのでどうせ三重県ならと思って今日来たのがね、この間の伊賀よりももうちょっとね、まあ、本当の三重県よりというか、以前にもね2年ぐらい前の動画で紹介してる場所なんですけど、今だと何なの、津市になるのかな。だいぶね、昔の地名だとね、その市町村合併かな、でだいぶ変わってしまったんでね。あ、傘持ってくるの忘れたね。傘持って入るの忘れた。何やってんだろうね。今日もなのでね、車なんですけど、こういう斜面とかね、傘持ってこないと落としちゃうね。あれあんまり出てないね、全然流域出てない。これも樹液焼けはすごいけど樹液出てないから、下の方わずかにね。あ、こっち側に出てるのか、こっち側に。あ、なんかいるね。なんかいたいた、ノコ、ノコと、クワ、あ、取れた。クワとね、ノコですね。いきなり落ちて、落ちちゃう。ちょ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 。はいはい、ノコさん。ノコとコクワだね、これ。あ、違う、筋だ。筋の大きいね。大きいサイズの筋ですね、これ。30ちょいはあるな、多分ね。これは、いいかもしれないね。筋としては、まあまあ立派な。この花分も綺麗ですね、この緑のね。ブーちゃん、ここは本当ね、斜面がね、あの木、あの木もいいけど、まずちょっとこっち見ようか。斜面がすごいからね、これ誰か登ってるけど、あ、なんか入ってるわ、入ってる。よし。
斜面がきつくて寄れないよね。寄れないけど、のっこさん、ライトがちょっと、ライトこんな感じだね。これ中にね、わわわわ、中に入ってったんだよね。あ、ほらほら、来た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 、でかい。コクワかな、コクワ、コクワとノコですね。コクワとノコ、すごいね。金分がみんな飛んでった。これもすごいまくれがあるけど、この木のね、向こうの木ですね。いや、近寄れない近寄れない。あ、でも樹液出てないな。これはダメっぽいね。ここはね、まだちょっと今ね、日が明るいからいいけど、あんまり真っ暗になったらちょっとね、危険だよね。斜面がね、ちょっと急すぎて。もう、あれかな。これもダメっぽいね。もう枯れてるね。もうあんまりこれより上行ってもダメかな。ちょっと横に行こうか。この辺に来るとまたちょっと樹層が変わってくるんだね。木がね、時間かけてね、ゆっくり歩いてみたら面白いかもしれないね。でもそれやるなら冬の方がいいよね。
ちょっと今の時期はね、もう昼間は今はね、これいい感じだね。前も確かこれ、ああ、ついてるね。あれ、落ちた。あれ、あ、いたいた。いました、いました。今ついてたのかね、上から落ちた。糸の子さん、糸の子ですね。他はいないね。平田とかでも入りそうだけどね、こんな気分。あ、ミヤもいた。ミヤもいたよ。もう撮影ポイントみたいな感じで。ミヤマがいるってことだ。ちょっと蹴ってみるか。ちょっと蹴ってみますか。来ない、落ちてこない。これは、やばいね、暑さが半端ない。ちょっと歩くともう、えらいことになってるわ。あ、ここもすごい上に、なんかついてそう。下は、かぶと。下はカブトだね。すごい、ハエがカブトメス。上もね、すごいことになってるんだけど、何がいるかわかんないよ、これ。全部かな分。全部かな分かな、これ。アブがいる。こっちの上も全部かなの。全部かな分っぽいね。なんでクワガタがいないの。おお、もしかして上についてるとか。じゃあちょっと蹴ってみるか。
だいぶ離れたもんな、こっちって。あ、カブトの死骸。もうね、死骸が食べられちゃったね、多分。さっきこれ見たっけ？これ見たっけ？あのね、見てて。なんか入ってるけど、コクワかな。これはちょっと出せんか。お尻がちょっとチローンと見えとるけどね。落ちたね。コクワかな、コクワのメスですね。コクワのメス。まあコクワのメスはいいよね。はい。これも割れてるけど、ちょっと枯れてるな、これは。この辺ってなんかね、こう割れてる木が多いよね。いい感じにね、虫が入りそうな感じで割れて、切れてる木はね。暑くてもう、これもなんかいるね。お、これもすっごい金分だらけだよ、これ。金分、うわうわ。みんな落ちた。なんか一匹クワガタっぽいのがいたような気がするんだけど。もうわからん。もうわからん。わかりません。なんか一匹ね、クワガタっぽいのは。おお。凄まじいな、ブンブンの数が。あれ見てないね。あれ見てないよね。これ見たっけ。
これ見てないよね。これすごい登れないわ。きつい。こっちへ回り込んだら今度蜘蛛の巣に引っかかるって思う。こっちの木を、これは見たか。なんかどの木を見てどの木を見てないか分かんなくなっちゃう。あ、いたいたいた。コクワ。コクワこの中入ってた。あ、滑落だ。滑落する。危ない危ない。まあいいか、ここはここはだしな。さっきネットに一匹入れたのはね、小さいここは。もう一匹ね、大きいコクワ。ちょっと待って。あ、来た。コクワですね。筋だね。小さい方は筋ですね。まあ筋とコクワは、まあ、リリース。これ落ちたら危ないね。ブンブンだけ、ブンブンだけっぽいね。すぐ飛んでくる。熱い。もうすごいなんかウロになって。こういう木でもね、樹液出てればクワガタつくんですよね。こういうカシバみたいな木ね。カシバとかね、赤目ガシバとかね、意外に見落としがちですけどね。まあでもこんだけ樹液、クヌギの木がね、樹液があるポイントだったら、まあわざわざね、好んでは入らないのかもしれないね、虫もね。やっぱり樹液の種類でも多分あるんだろうね、美味しい樹液。虫がね、虫にとって美味しいと思う樹液とね、だからより好みして多分つくんだと思うんですけど。あんまりこの辺はあれだね、樹液バンバン出てる気がなくなってきたね。これなんかね、怪しげな雰囲気で樹液出てたら平田でも、平田とか大桑とか
もう刺激出てないからね、集まってない。なんであれね、これちょっとした斜面の違いだけで、あ、コクワだ。コクワのペアだね、これ。コクワのペアですね。まあ、このまましときましょうか。コクワのペア。暑い、歩いてるとね、もう暑い、やばいですね。これも、あ、なんか入ってる、なんか入ってるね。うわ、これもコクワだね。これもコクワ。あとこっちにメスがいてね。まあ、他にも入ってないか。他には入ってない。まだいったか。まだいたね。はいはいはい。あ、これもコクワ。コクワ3頭。ココアのウロだね。ヒラカだったらよかったですね。まあまあ、ココアさん。ちょうどなんかサイズね、大中小だ、ね。これさっきね、怖かった、見えてて怖かった、どこ行っちゃったね。あれクワガタかな、あれクワガタっぽい、ね、こっちちょっとさ、
間に入って出たのはなんかあれかな、こんなクワガタかな、ノコだ、ノコですね、人の子。さあこの山はね、ちょっとこの辺で一回終了してね、まあ、またちょっと別なとこへね行くかちょっと考えます。それではね、またご期待ください。失礼します。